姫川橋梁は、新潟県糸井川市、寺島スタ区の姫川に架かる、北陸新幹線の橋町462メートルのフィンバック橋、糸井川駅黒部うなずき温泉駅間に位置する。元橋は、新幹線橋梁として、初めて、フィンバック橋が採用された。なお、鉄道橋としては、以前に、潜石線なる川橋梁があったがこれは、単線断面であり。 複線断面の鉄道橋としては元橋が初めてで、ある。元橋は2007年にプレストレストコンクリート技術、境界小作品部門を受賞している。フィンバック橋とは、橋梁支店部にフィンバックと呼ばれる魚の背びれのようなウェーブを突出させた橋で、曲げモーメントと戦断力に対して合理的に抵抗でき、フィン内に PC ケーブルを配置して、変身量を大きく取ることができるため、 桁下した空間を確保しやすい特性がある。さらに元橋ではフィンが、飛田山脈と景観上調和し、暴風の役目もになっている。フィンの高さは2.176メートルマイナス5.150メートルであり、最大高をラッセル車で除雪可能な高さとした。側景観のフィン高は、隣接高架橋の高覧の高さに合わせている。主間中央部では、 フィンコウが小さく暴風のために透明アクリル板が設置されている。フィンの天馬は積雪、落雪を防止するために外側への勾配が付けられている。姫川橋梁は中地箱下田構造であり、フィンの内側面の距離が12メートル弱と広く、フィンコウは最大で5メートルを超え事情が問題となることから三室箱下田が採用されている。外側ウェーブは 景観上の配慮から斜めウェブが採用され、これは自重軽減も図られた。桁高は標準部は2.500メートルであるが、側景観では堤防上の管理用道路の建築限界確保のために1.500メートルとなっている。市章には固定支点である P4 橋脚にはゴム支障を稼働支点であるその他の橋脚には滑りゴム支障が採用された。 方法については、張り出し仮説方法や送り出し方法などでは、通年施行可能であるが、フィンバック鏡は大断面であり、フィンが変化するなど、施行難度が高いことから、固定子歩行仮説を採用し、非出水器施行となった。元橋は、積雪寒冷地に位置し、海岸線から700メートルに位置する、沿外環境にあるため、対策として全周への防水塗装が実施されている。 元橋は高崎起点から 216km579 立方メートル7から 216km117 立方メートル7に位置する。設計は8000台エンジニアリングによって行われた。河川管理者からの条件は上流の国道8号姫川大橋を近接橋として島町を1.5倍とすること、ピアーバット形式は避けること、 河川管理用通路は桁下高4.5メートル以上を確保すること、右岸堤防上には遊歩道があり、景観に配慮することであった。このため7景観連続桁に決まり、この下で PC 箱桁、合成桁、PC フィンバックの3形式が提案され、工事し工事の縦断線形を変更せずに桁下高を確保でき、経済性にも優れる点から、 フィンバック形式が採用された。なお、シャバン橋やシャバリ橋は除雪の支障のため、トラス橋は上限材の設備、落雪、除雪の支障の点から検討が行われなかった。本橋梁は、鉄道建設、運輸施設整備支援機構鉄道建設本部、北陸新幹線第二建設局により発注され、PS 三菱、港は常磐 JV により施行された。 試行は固定式試歩行を採用したため必修水器に限定され2004年7月13日から2007年7月12日の後期で3か年に分け7の試行区分に分けて実施された7つに分割された試行区分でも打設量が多く打設時間、鉄筋や PC 鋼材の保持、試歩行設置などの点で問題があったため一つの試行区分を支点部の箱下部 フィンブ、主官中央の歌唱版とウェブ、ウアトコ版とフィンブの4ブロックに分割して試行した。フィンブの部材圧が1.000メートルあり、分割試行による打説目には、水和熱などによってひび割れが生じる恐れがあった目3次元、フェム温度解析を実施した。さらには、フィンバックは、特殊形状であり、鉄筋やケーブルの配置が複雑であり、また、 ひび割れが懸念されたことから実物大の模型によって、コンクリート打設試験が実施された。ひび割れ幅の制限値は、塩害環境を考慮して0.15ミ、mm、リメートル以下として施行された。フィンバック形式であり、主ケーブルの配置は急勾配があることから、グラウト重点は、真空ポンプを併用して行った。試行期間は、冬季で気温が低く、暴風雪の日が多いことから、 塩分からの保護やコンクリート打設への適切な温度の維持、良好な作業環境構築などの目的のため、思考区域全体に上屋を仮設し、ダクトを設置し温度を維持した。ありがとうございます。